さんと仲良くなりたい。どうも、アイドルユニット感触のひなをやってます、誉れあうです。今日は赤坂駅に来ております。なぜ赤坂駅にいるのかと言いますと、10月4日から11月5日まで赤坂レッドシアターで行われる夏季空客フェスティバル2017に我らが七味まゆみさんが出演されるということで、いろいろインタビューしようと思って来ちゃいました。いよいよ実際お会いするんですけど、どんな気持ちですか今？結構緊張してます。緊張してるの？結構緊張してます。なんでやっぱり初対面ですし、すごい方なので緊張しますね。まもなく七味さんがやってきます。お会いできるのが楽しみです。今回もね、こうやってビーフシチューやるにあたって、小野寺さんとかゆいちゃんとか一緒に共演するみんなとか、知らない人たちとどんどん出会っていけるっていうことが、女優業だけじゃないんですけどね、今でも魅力かなっていうふうに。そこが難しいけど、楽しい。そう、それが、やりがいだなと思いますね。ご両親ですが、はい、赤坂レッドシアターに着いてしまいました。着きました。始まるんでね、頑張っていきたいと思います。そうですね、はい、ぜひ見に来てください。絶対見に行きます。夏季空客フェスティバルもその後の公演も頑張ってください。はい、12月も頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ行ってきます。頑張ってください。はい、行ってきます。はい、ありがとうございます。いかがでしたか、七味さん。本当に緊張してたんですけど、お話ししてみて打ち解けられたかのような感じがしています。早速なんですけど、じゃあ今度あれですね、流血サーカス見なきゃいけないですね。あ、はい、絶対見に行きます、近々。よろしくお願いします。お願いします。